地方、蒲田第一のアクミラン加入、現地サポーターから酷評の嵐、イタリア一部アクミラン加入で、合意した、と報じられたドイツ一部 E フランクフルトのムフ蒲田第一、26、にサポーターから賛否両論が出ている。イタリアメディア、カルチョメルカート、コム、によると、アクミランが今季限りで E フランクフルトを退団する蒲田と年俸300万、ユーロ、約4億、4000万円、で合意したとし、蒲田はイエスと言った。ミランは1ヶ月以内に技術的、戦術的、計画的な評価を完了しなければならない、と、移籍は最終局面に入っているという。同メディアによる報道のコメント欄にはミランファンから、蒲田は優れた選手ではあるが、違いを生み出すトップではない。アジアから選手を連れてくるのはマーケティングもある。プレイを見たが、平均以上のものはありません。ミランの選手ではない。それよりも右ウィングとストライカーが必要です、と否定的な意見が多く書き込まれていた。本殿の悪夢再びってなるよそや、日本人に恨みでもあるのかよミラニスタは、誰伝さんのせいやろな、レビッチ取るくせに。レビッチは去年まで役に立ってたんや今年消しへとチャルハノールの穴が埋まらんのと右が足らんのや、あとそもそも値段釣り上げに使ってるだけやろ来てくれるとは思えん。セリエのサポって陰湿なイメージあるわ、で、ケテラーレとかいう無能がね。ミランの選手ではないわ草、いつまでビッグクラブずらしてんだこいつら、わら。ある程度の評価は確かにされてたけど、世界屈指の守備的無風言われるようになったのはマドリー出てからやない、蒲田はブンデスでやれてる資本だとは違うやろ、フィジカルの低いセリエならやれると思う、今日の試合見たけどあのレベルで蒲田いらんとか強がりにしか聞こえんわ、すべて綿の悪評のせいか。日本人はよく嫌われてるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。よろしくお願いします。